4日間で8アンダーで回って1800ドルですよ。こんなん言ったらあかんけど、日本のステップやったらもっともらえたはずです。コースは違うけど、そうコースが違うから比べられへんけど、なんていう、それだけアメリカはタフっていうか、もう大変、もうほんまに厳しい世界やと思う、ここは。で、なんかすっごい、なんかこう、印象になんか残ってる私の言葉。私の言葉じゃない。私が印象に残ってる言葉があって、この前私韓国人の子とご飯食べに行ったんですよね。で、その子は、まあ日本語喋れないんですけど、だからちょっと英語で喋っとって、ちょっとだけ。その子、ゴルフやっとって男の子なんですけど、で、アメリカにその子は10年ぐらいも住んでんのかな。で、その子の家は全然お金持ちやけど、その子になんか話しとって、いやなんかやっぱ日本と比べてやっぱアメリカって世界から集まってきてるから、レベル高いしなんか、タフやな、タフです。あれ日本語がタフやな、みたいな感じですね。流れ、日本語訳にしたら。タフよな、みたいな感じ言ったら、いやみたいな、 Life is tough みたいな感じで、なんていうんやろう、なんか英語を日本語に訳すのってすごい難しいです。そう、 Life is tough って言われて、あ、マジでそれと思って、私もうほんまにそれなんですよ。もう生きるのが大変、ここは。やっぱここの人からしたら私たちは外国人なんで、なんかやっぱ自分が外国人になってるっていう感覚を日本で生まれて育ってきたんで持ってなかったんで、うん、大変、うん、でたまにね、すごいあんま嫌なコメントやけどさ、さあちょっとすいません、ため口、嫌なコメントなんですけど、なんかここにアメリカに来てんのに誰かに陰でお金出してもらってんじゃんみたいな。その、わかります？スポンサーとか、正式な契約じゃなくて、まあ、要するに今時のパパ活みたいな、してるんじゃないのみたいな感じで言われたりするんですよ。で、私めっちゃ腹立って、なんか18でプロになって、私ブランドもんなんか一回も買ったことないし、何もお金使ってないんですよね。服とかもう全然 H&M やし、高いものとか興味ないし、高いご飯にも全く興味ないんですよ。てかむしろ嫌い、高いご飯。なんかもう出てくるの遅いし、ちっこいし。まあそれはまあ人の好みなんで、あんまり言わないです。やけど、なんか私がそのなんていうんやろ、そういうなんか、今なんかやっぱゴルフってすごい流行ってて、女の子ってやっぱ需要あるんですよ、おじさんに。こんな言い方したらめっちゃ悪いけど。だからなんかゴルフ女子の人とか、まあプロになってない女の子たちをこう支援、スポンサーとして支援したいっていう、なんていう、そういうなんか応援したいっていう人も多くて、それはすっごいいいことやと思うし、そのうちら側からしても助かることやと思うんですけど、まあ、そういうのじゃなくて、そのスポンサーってやっぱちゃんと紙で契約するんで、そういうのじゃなくて陰で、その、まあ、谷町っていうのを昔のやってもらってんちゃんとか結構言われるんですよね。そういう、私すごい腹立っとって、私はここに来るのに自分の貯金から来てます。自分の貯金がなくなったらもうアメリカに来れないんで、だからこんだけお金のことも気にするし、やっぱ今年だけじゃなくて来年もアメリカでやるチャンスがあるんやったらアメリカやりたいと思ってるから、なんかそういうこと言われたらすごいなんかえって思うけど、まあ私人に興味ないんで、まあどうでもいいや、みたいな。まあ私の貯金でここのアメリカに来てます。でも言っときますね。って感じですね。あとはね、ホームシックにならないですかみたいな感じでコメントしてくれたりするんですけど、これも全部話は繋がっとって、結構まずアメリカ来るの、を家族とかにすごい反対されたんですよね。いや日本でなんていうの、今はプロテスト通ってない人とかはやりたくても日本で試合できひんっていう状況じゃないですか、じゃないですかじゃないですか
あれわからんくなったけど、まあいいや。で、やのに自分はそういう権利、まあ QT っていうあの試合に出る権利もあるのに、わざわざこんな大変なアメリカに行く意味がわからんし、別に私は日本で成功を収めてるわけでもなんでもないし、実績もないし、なんかそれやのに、なんかそんなうちがアメリカに行ってもやっていけるわけないやんみたいな感じで結構言われて、なんかそれがなんかうちの中ですごいなんか、あーおるよなそういう考え方の人みたいな。舐めてるマジで。いや私はねそういう風に思わないんですよね。自分が若いうちに自分の可能性があるところに行くっていうのはすごい大事やし、じゃあ逆に私が家族持ってその30とか超えてからアメリカに挑戦できるんですかって話じゃないですか。っていうのを私自身はまあ別に誰に賛成、もうみんなに反対されたけど、まあ、別に私だけが別に賛成してたらいいやみたいな感じの私は性格なんで、全然無視してここに来ました。だからホームシックとかなれないです。まあ最終的には家族は応援してくれましたよ。その私はもうめっちゃ頑固なやから、だからこそなんかその今回アメリカ来るための QT の申し込みとかも英語とか全然わからんかったけど、自分で全部やったし、なんか自分で全部やったから親はなんか認めてくれました。そんだけ自分でやるんやったらお前やってこいみたいな感じで、いい感じにまとまりました。まあそんなねポップな話じゃないんですけど、まあ、こんな感じでまとめてきます。で、私は自分の貯金を崩しながらここに来とって、3年前にアメリカに来た時に、その時すっごいプロ2年目の時で悩んどって、ゴルフに、ゴルフだけじゃなくて私生活にもそういうの影響が出てきてて、何のために生きてるんやろみたいなとか、なんかプロゴルファーとしての自分はどうあるべきかみたいなことをずっとなんか考えとって、今考えたらそんなんどうでもいいんですよ、一人の人間やし。なんかそれやのにすっごいなんかこうあるべきみたいな姿にならなあかんとか思って、プロゴルファーらしい自分じゃないとあかんって思って、もう完全に空回りして精神ぶっ壊れました。で、すっごいもうゴルフもやりたくない、なんでゴルフ始めたんやろ、なんでプロなったんやろっていうところまで来てて、その状態でアメリカに来ました。なんかもうアメリカで最後ゴルフやって、もう自分の精神がおかしくなって、もう普通に生きられへんっていう状態になったら、もうゴルフやめようと思っとったんで、でも最後に私ジュニアの時からアメリカに結構試合で来てて、アメリカでゴルフプロになってからできたらなんかめっちゃいいよな、みたいなノリでアメリカのミニツアーに出ました、冬に。その時に、自分の転機かな、人生の。なんか、ここでやりたいと思ったんですよね。で、ずっと思っとって、ずっと考えとって、でもずっと反対されて、で、ずっと反対されてたから、自分の意見を押し殺して日本でやっとったけど、やっぱりせっかくの自分の人生なんで、こうアメリカに自分が挑戦したいと思ってんやったら、まあお金もちょっとあるってなって、じゃあもう行くしかないやんってなってきました。っていうぐらい、そんなにね、自分の使命とかなんとかとか、そういうのじゃなくて、自分のわがままでここに来たんです。で、ホームシックとかは全くないです。いや、うち自身、それはなんかその英語もあんま喋られへんし、そのアメリカのゴルフのレベルの高さについていかれへん時とかは、時っていうかこの3週間で全然なんか聞き取られへんくて、めっちゃ悔しかったこともあるし、英語をうまく言われへんかったこともあるし、そのゴルフもうまくいかんかったこともあって、すっごい落ち込むし、普通に人間なんで、なんか自分ってほんまに無力やなとか思ったりするし、もう私は全然もう自分で一人で泣いて、で次の日の朝になったらまた頑張ろうみたいな感じで思えるタイプの人間なんで、え
ん思うタイプなんでっていう感じですね。そんなに辛くないですてか自分からルーキーなんでいっぱい英語全然喋られへん割に結構ね話しかけてます。同じプレイヤーとかにわからんこととかめっちゃ聞いて、でなんかいろいろ喋ってとりあえず友達を作ろうと思って頑張ってて、結構なんか朝あったら挨拶する子とかも出てきた、増えてきたからすごい嬉しくてって感じで、やっぱ自分でこうプッシュしていったらなんか結構なんとかなるんですよ。受け身やとマジで誰も構ってくれへん。なんか英語喋られへんくて受け身でって、誰がさそんな人と喋るん。いや喋るちょっとは喋るやけど、こっちが全然喋らんかったらやっぱ向こうだって気使うしっていうのを私は思ったんで、自分から変な英語で喋りかけに行ってます。でも一応英語勉強してますって感じですね。だからなんかあんまりホームシックとかいう感情もないし、私すっごい変わってるんでなんか寂しいとか人生で一回も思ったことないです。その16で家出たけど、あもう家が恋しい帰りたい一人嫌やとか一回も人生で思ったことなくてっていう性格やからかもしんないですてか一人で楽しめるタイプです多分。まあまだ3週間しかいないんでホームシックにもなりようがないと思うんですけど、わからんけど、でもなんかそういう寂しい時とか辛い時とかってやっぱり人生どこにおってもあるじゃないですか、アメリカでも日本でも。だからそういう時は私はとことん自分と向き合うタイプなんで、まあこれからそういう時もあるかもしらんけど、なんで自分がここに来て何をやりたいかみたいなのをね考えとったら、辛いのなんか一瞬なんで、結局ここに永住しろって言われてるわけじゃないし、別に帰ろうと思ったら日本の国籍があるんで全然帰れるんで、お金さえ払えば飛行機さえ乗れば、なんかそういう風に考えたら別に帰ろうと思えばいつでも帰れるし辛くなくないとか思っちゃいます変わってるんかな。やっぱり人生今まで23年生きてきてホームシックより辛かったことのいっぱいあります高校の時とかはなんか人間関係とか女の人とか厳しいじゃないですか。だからこういろいろないこと言われたりとかして、なんで私が言われやなあかんのみたいな、なんかそういうのって自分じゃコントロールできひん部分なんで、人がどう思うかとかどういうことを言うかとか、そういうのに昔は10代の時は振り回されてました。それでもう嫌やとか全然人のこと全く信用せへんとか人と関われへんとかも全然あったし、でも最近は自分じゃコントロールできひんことにはもう何も思わない、思っても何の意味もないですっていうことを自分に言ってますだから自分で、だからそう考えたらホームシックとかって自分でコントロールできるんですよ。自分で何とかしようと思えば何とかなるんですよ、自分の問題やから。だから簡単、なんかその自分で何度でもできるやん。でも人がなんかどう思うかとか人が何してくれるとか何されたとかってコントロールできひんから無理、もうお手上げです私はって感じで、なんであんまりホームシックになんないです。全然関係ないところに話し飛んだけどって感じですね。まあとりあえず今回2週間日本に帰って、でまたこっちアメリカに戻ってきてからは結構アメリカに多分ビザの関係があるんでちょっと分かんないですけど、まあ何ヶ月とかのレベルでおるんで、まあ、そうなってホームシックないわって言えたら本物やと思います。今はまだ3週間なんでみんなないと思います今こんな感じで言ってるけど、もしかしたら半年後にホームシックで帰りたくてなんとかとか言ってるかもしれないですって感じで、明日日本に帰国します。